はいお疲れ様ですあの桜園のね、えー、園児虐待のニュースが相変わらず続いてるんですけどもちょっとね違った切り口でお話していこうと思うんですよまあその切り口っていうのはもうね私の放送を聞いてる方はピンとくるでしょうけども、まあ、そもそもねこの虐待をしていたと言われている保育士さんのその待遇が、まあ、まさに虐待だったんではないかなと思うんですよどういうことかっていうとあの保育士さんの待遇ってね どうも軽んじられてるんですよね、うん、そこは、ね、根本的な原因でだったら保育,保育士なんかなるなっていう風な声もあるんですよ。これ正論だけに、ね、ものすすごく、まあ、嫌なな考え方なんですよねで保育士さんはあやっぱこう必要でやってるところもあるしいろんな理屈があるんですけども、まあ、この状況でもねあのストレスを抱えることなくお子さんをお,お預かりできるような状況をもうちょっと作ってもいいんじゃないかなと思うんですよ。 それこそね給料がちょっと低いとか待遇がちょっと悪いぐらいじゃなくてその誤差の範囲じゃなくて圧倒的に違うんですよこれがあそれこそ保育所を目指して資格を取ってその道に進むことを中学とか高校の時決めて専門学校とか行ってうん少なくともプロの意識でやるわけじゃないですかね素人さんがポンと入るわけじゃないんですよそれこそねあのファーストフードのバイトに入る感覚ではないわけですよ でどこまで続けられるかわかんないけども苦しいのわ分かってるけどやっていこうというふうなあの職場なわけですよね、まあ、それこそねあの楽な仕事があるかっつったら別にないわけなんですけどもその楽の種類をねあのこう横に並べてこれが一番大変ですみたいなことはできなくってそれぞれの現場で例えばブラックロードとか言うわけでしょ、うん、この放送を聞いてる方でもそれぞれの職場で働いてると思いますけども快適で楽ちんですって言わないわけじゃないですか。うん、で 自分の大変な気持ちを誰も分かってくれないって少なからず抱えてらっしゃると思うんであの帰り道に赤ちょうちんするわけですよね職場の愚痴とか上司の,あの悪口とか出るわけじゃないですかでそういった問題なんですよこれはそれの <laughs> まさにねあの大きく出てきたところじゃないかなと思うんですよ当然ですけどもこういったところでリモートワークができないわけでしょで保育士さんも窮屈な環境でさらに、えー、やらされるわけですよ 生き出し方がないこととはいえねものすごく作業が増えたのはその衛生管理対策っていうのがねむちゃくちゃ手間がかかるんですよエンジさんが使った道具を一個一個ね、えー、アルコールスプレーで洗浄したりとか今までなかった作業がプラスオンされるわけですよその上で自分がもしかしたらねその感染症にかかってしまうと出勤もできなかったりとか で、検査も細かく受けなくちゃいけなかったりとか、その中でね、こんなバカバカしいね、なんとか感染症とかね、ワクチンとかって、腹中でどう思っても、立場的にはこの中では政府の方針従わなくちゃいけなくって、そのための保障がないみたいなね。で、結局、そういったストレスを組み入れてくれるところもないわけで、で、ちょっと弱目を漏らそうもんならね、転職つらいじゃんみたいなね、保育士なんかなんでなったのとかいう人がいるわけですよ。だからこういうふうな正論ぶって、 いわゆる、ね、出口をなくす人の責任も重いんですけどもやっぱりこういたわりっていうかねあの腹の中で何を思ってもそうだよねって言ってからねあの瞳を見ながらうなずいてあげる人っていうのは必要だと思いますしでまさにその保育士さんって生まれたばかりの子供たちにそういういいことしてあげる仕事じゃないですかでもそういった子どもたちの不安とか好奇心とか受け止めるべき保育士さん自身にもう余裕がなかったり出口がなかったりするとやっぱその反動って。 いきなりガ、ね、ーッと泣き出したりとかねなかなか言うこと聞かないちっちゃな子供に行くことは当然考えられるんですよこれはね別にそれを許してるってわけじゃないですよでもそれ想像できるわけじゃないですか子育てをちょっとも経験したことがある方はお父さんでもお母さんでもね、うん、子供が自分の言うこと聞かないから向かってくることってあると思うんですよでそれを日常的に業務としてやってるのがこの保育士って仕事なんで簡単に想像できるわけなんですよねまさにね保育士がそんな風になると思いませんでしたっていうふうな、まあ、素人の意見はどうでもいいんであの この保育士さんだって普通の人でありね自分の幸福追求権があるわけですよ中にはね自分の育児とか出産とか結婚をもう諦めて保育士やってる方もいるんですよそれについてどう思うかってことなんですよねまあ思いはいろいろあると思いますけども結局はこういった保育士さんとかのあのー、業務の補助をねこういうふうな感染症のストレス下でも全くしてこなかったっていうことでまあ岸田総理のね 弱者キリストみたいなのがここでも紛糾してるんじゃないかなと思いますでそれを理解してる人はあんまりいないってことで結局保育士さんは何やってんのっていう意見しか出ないわけでしょ確かに保育士さんのやった行動一つ一つは精錬潔白ではないと思いますけどもじゃあねここに書いてあるように実際に保育士さんが逮捕されて保育士の職を終われてね泣いてる園児さんあの先生とお別れするのは嫌だっていう風な声はどうだったかってことなんですよ人間ってのは三百六十度全部が悪人ってことはなくって もう小さいところではそういうふうなねあの吐き口が出てくることもあるわけじゃないですかでそういった失敗を隠蔽せずに公開することによって新しくね、えーまあ、歩み出していくっていうか修正しかけていくわけなんですよであとはこういった例があるからこそ全国各地のやっぱりね保育士さんも自分の身を正すところもあるけどもやっぱりこの待遇じゃこうなっちゃうよっていうふうにねあのこの保育士さんに加担するわけじゃないんですよ。でも公平な立場として これじゃあやっぱりねまっすぐな心も歪みますっていうふうな職場の歪みっていうのを、うん、やっぱ知らせるべきいいチャンスなんじゃないかなと思いますでそれは当事者では言いにくいでしょうから私たちみたいなね当事者じゃない人がこれはこうなっちゃうところもわかるよねっていうふうに共感することがすごく大事じゃないかなと思うんですよ繰り返しますけども別にね保育士さんのやったその悪いことを許せということではないんですようんただやっぱり360度見た時にやっぱこの保育士さんはここに必要だったし園児さんから見たら必要だったっところもある それも込みでね、えー、どういうふうに捉えていくかってことなんですよ。今はそうやって情報がすごく拡散されて、人の落ち度をねあげつらって、もう抵抗できない人をさらに叩くみたいなことがあったりするわけなんですよ。ね、保育士さんがこんな行動するなんて信じられないって言いますけども、実際に子供を育ててきたお父さんお母さんだって、ね、2歳3歳のね子供を若子の頭をペチンと叩いたりとかね大声で恫喝したりするわけでしょ。 もうそれは他人の子でもあったらら簡単にしますからね <laughs> 実の子でもするわけですからね、うんまあ、だからそれを強要するわけではないんだけどもでも短期的な、まあ、イラッとしたりムカッときたりすることはやっぱりこう想像できるわけなんで、うん、そういった想像できるわけなんで前もって試作を打つ意味でもね保育士さんの待遇を 今でこそ改善すするべきじゃなないいかなと思いますよね。どうでもなければこういったことってなくならないと思いますしあのバスの置き去りとかいうのもありますけどもね、まあ、それも結局二次的三次的的三にこのの人たちういうふうな状況に追い込んでる現場の環境もあるし先の見えない保育士という仕事ねじゃあ5年先10年先どうなってるんだかむちゃくちゃ不安じゃないですかじゃあその不安の中で、うんまあ、お父さんお母さん保護者の皆さんは子供をお願いしますってそ預けていくわけでしょう。 うんだからそこの大きなギャップっていうのはね、ここでは言い合わせないぐらいのものになってるんじゃないかなと思うんですけどね。いや、長くなっちゃうんで、この辺にしときましょうか。